そして今回はかなりちっちゃいんで、クランクはクランクスパークランク長羽の4ミリ、そしてクランクはその半分プラス 0.5 ぐらいで2から 2.5 ミリ、それで、ね、まあそれより会長もっと振幅させたいんで3ミリ近くを狙って曲げたいです。スパークランク4ミリ、クランク2から 2.5ミリ、クランクこれこの G も全てちょっと自分で書いたんで、スパークランクという言葉もあるんかどうかもしれません。曲げます。
出来上がりました。メタルロックをつけて、これでおしまいです。それで全て接着するときには材料にヤスリがけをしてやったら一応接着剤塗るとこはするようにしています。ここはというところは必ずヤスリがけしてから瞬間接着剤で仮止め、そしてからメタルロックで本止めということです。